速稼塾の久保です。今回は暗号通貨、暗号資産ですね。こちらの中でズインフィネットワークについてちょっとだけ説明してみます。ほんの 2,3 分だけのお話なんですけども、これだけでもね、頭がこんがらがっちゃうと思います。まずはね、このズインフィネットワークが何で生まれたかっていうと、結構リップルとなんか近いのかなと思うんですけども、国際貿易っていうのがあります。国際貿易と金融のためのエンタープライズハイブリッドブロックチェーンを提供するっていうことなんですよね。ちょっとわかんないですよね、ここまで読んでも。で、貿易金融って言葉自体がなかなか耳慣れないと思うんですよ。で、この貿易金融の課題をブロックチェーンで解決するためのプラットフォームの開発促進に取り組んでいるのがズインフィネットワークなんですけども、この辺がリップルと近いんじゃないかなと思うんですよ。いいですかね、話進めてね。ちょっと難しいかもしれないですね。はい、で、貿易金融という言葉っていうのはなかなか聞き慣れないと思いますけども、現在のシステムではかなり複雑なんですよ。で、ブロックチェーンでこれを一元管理することによって業務の効率化と同時に資金回収までの日数をぐっとこう短くできるんですよね。これを私は最初にリップルで実現されるんではないかなと思って、リップル社がいろんなところにコンタクトを取ってたくさんの企業や銀行が提携したんですけども、今一つ動き出してないんですよね。期待感だけが募ってるんですよ。それに追いかけるようにズインフィネットワークがプロジェクトをどんどん進めていって、もしかしたらリップルのプロジェクトを追い抜くんじゃないかなっていうふうな予測が成り立つんですけども、あとはね、このズインフィネットワークに興味のある方が、自己判断されると良いと思います。ですんでね、ちょっと 2,3 分だけ話してみますんで聞いてみてください。で、このシリーズね、もっと先が聞きたいということでしたら、また分かりやすく、なるべく分かりやすくね、お伝えするための動画を撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは音声をどうぞ。はい、ズインフィンネットワークっていうのはですね、シンガポールに拠点を置くフィンテック企業が開発するオープンソースのハイブリッドブロックチェーンプラットフォームになります。このズインフィンは高度に規制された業界や商業的に機密性の高いデータに最適なスケーラブルで安全なエンタープライズグレードのブロックチェーンを提供してくれるわけなんですよね。ここら辺までがですね、ズインフィンネットワークが支持される理由なんではないかなと思います。そして、標準化された分散アプリケーションは、請求書ファクタリング、グローバルトレード&ファイナンス、インスタント送金、e ウォレット、流動性リレー、大学証明書の発行、資産デジタル化、グローバルエアチャーターにまで及ぶわけなんですよね。ここまで具体的な利用方法が分かっていると、このズインフィネットワークがさらに支持される理由っていうのが、将来にわたって広がっていくことが分かるんではないでしょうか。ちょっと横文字ばっかりでこんがらがっちゃうと思いますけども、一つ一つ検索して確かめていってくださいね。ズインフィネットワークに投資するってことは、ズインフィネットワークのこのプロジェクトに賛同するということですから、何をやってるのか意味がわからないっていうことでは、大切な資金を預けるには及ばないと思います。はい、いろいろお話してきましたけども、この開発をサポートするためにズインフィン開発者コミュニティはコーダプライベートネットワークとズインフィンパブリックネットワークの間のリレーブリッジを開発します。これにより限られたデータとトランザクションのセットをプライバシーチャンネルからパブリックネットワークに中継する機能が作成されるということになります。R3 コーダマーケットプレイスにすでに展開されているアプリケーションは、ズインフィンのパブリックネットワークに接続できるようになるわけなんですね。さらに、ズインフィンプライベートおよびハイブリッドネットワークの状態は ISO20022 標準と完全に相互運用可能であるために、勘定系システム、 SWIFT 決済システムおよび ERP システムと簡単に接続できるという特徴を持っています。